よ。ただいま20時12分金明寺道路です。岩国のちょっとね、あの新米ヶ原公園でキャンプジュニアさんってね、あの下関の YouTuber の方いらっしゃるんですけど、その人がキャンプされてるってことでちょっととつろうかなと思ってね、今向かってるところです。今日一日ね、家でダラダラしとったけね、無駄に過ごしたかなって。明日朝早くから用事あるんですけど、もしかしたら泊まるかもしれんし、どうやろ、まあちょっと差し入れだけ持っていくか、まだ今考え中なんですよね。はい、ちょうど8時半にここの曲がるところですね。もうすぐ着くね。言うて知らん人ばっかりやけ緊張するね。意外に人見知りするんよ。お、ここ曲がったらあともう少しじゃ。サンマートのところです。今が9時10分。新米ヶ原続けてだ、続けて新米ヶ原か、違うか、この前確か行ったから、これこの辺だったと思うけどな、この先やろ、ここだ、よっしょ。はい、入り口です。奥の方って言いよったよね。あ、結構人いいな、やっぱ言うて、まあ、むっちゃ明るい、あそこじゃない、奥の、ここかな、この左側かな。ティピ歩けそうじゃろ。説明しよう。キャンプジュニアとは、下関を中心に精力的に活動する結城くん、杉本さん、ライカくんによる YouTube ユニットである。声すいませんね、本当に。いい、これちょっとあのつまらないものっていうわけじゃないですけど、早いうちにやらんと、スパークリングなんで、多分ガンギと脱菜の。え、いいんすか、降りる。うん、ギリギリやったでしょ。いただきましょうか。ちょっと今、じゃあみんな顔出しなしでいきますね。はい、あ、いや、そこはいきます。はい、乾杯。乾杯、ありがとうございます。お星空綺麗ですよ。が、もう上じゃ最近声かけられることあるっすね。だって、お見よるって人ってあんまおらんのじゃないです、僕の分。あ、あ、やば。飲食もありますもんね。うん、飲食の方がメインじゃないです。キャンプ部門は僕らが乾杯をお疲れ様です。サポートしますってことですね。いや、サポートじゃない。あの、俺キュエス、いや、読むから。あ、俺がそう。出してもらったらよ。ドコモは入らんみたいな。よし、じゃあ分けますね。はい、マルさん、ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい、ちょっとずつせんとこれ、はい、なくなるかもしれんけど、はい、よし、ダッサイのスパークリング、はい、よし、ありがとうございます。はい、もう全国でしょ。ちょっとじゃあ、もうみんな、はい、まだあるっすよ。入ってますか。いいっす、もらったつもりで。もらって、じゃあ、よし、はい、お疲れ様です。じゃあ僕直でいただきます。お願いします。サンキュー。ありがとうございます。うまっ。あ、飲みやすい。ブルーティー、危険なやつ。これ危険っすよね。多分ガバガバいけるでしょ。あ、危険。あ、はいはいはい。で、油も結構油すごい。皆さん、ガンギ開けません？ガンギも、はい、もうそのために買ってきたんで。本当にマルさん、俺を酔わせてないっすね。いや、何もせんっすよ。行っちゃいました。どうぞ。次ますよ。次ますよ。次ますよ。次ます。
がいいんだよ。俺、ガンギです。ぶっ込んだガンギです。よし。よし。よし。いただきます。よし。ありがたい。もう泣きそう。ちょっといいですよ。よし。ありがとうございます。まだ均等に、もうちょっといる人。いや、もうじゃな。じゃあ、いただきます。じゃあ、ありがとうございます。はい、乾杯。乾杯。違う、ね、違って飲みやすい。うん、ああ、飲みやすい。でも日本酒近いですね、こっちの方が。ですね。はい。甘い。俺ガンギー好きなんですよ。うん。炭酸。なんかスパークリングになった途端、うまい、ま。やばいこれ。白チャレンジみたいな。あ、うん。本当良かった。本当にいい回と思う。最近最近今カタカナでキャンプ打って、JR って書く。森さん、英語で言ってください。森さん、ちょ、はい、携帯貸して。こっちでやるけもうみたいな。いや、あのね、キャンプとかも山口県の大人気 YouTuber を目の前にして緊張されるのはわかるけど、だって、これマルちゃん全然緊張してない。気持ちがあるじゃないですか。それやな。いやでもね、さ、で僕らも山口県の山口県キャンパーとしてのキャンプなんですよ。盛り上げたいですね。キャンプで山口県。うん、なんと言いながら退職したんだけど、だからあのね、そういうのをね頑張ってほしいなっちゅう、うん、まあ、うん、いろいろ、うん、みんな頑張っちゃう、うん、みんな頑張っちゃうんですよ、でもいや、うん、外人しか言えないですよね。スクースロー違うんですよ。昔ってそうなんだけど、いや、寝床完了しましたんで、はい、ぜひこれありがとうございます。やったー、ありがとうございます。いや欲しかったんですよ、いや本当にキャンプジュニアステッカー、ほやほんまにありがとうございます。よし、あとまたゆっくり、いやもうぜひぜひからやりましょう。はい、そう、食べよる、なんかまあいいか、もうこれなくなった、取り替わって、これうまいよ、いやって、いやってでも多分もらっちゃうじゃん、だいぶこの、あ、食べよ食べよ、わーんって言える、いいよ食べていいよ、俺猫好きや、絵になる絵になる食べていいよ、え、ここ猫とかおったんじゃん、もうあと俺ら食べんけ、中年の集まりなんやけもうそんな可愛い猫、可愛いね、お前はおいで、おいで、ね、これ家の猫でしょ、家に来るのってどうした、お前本当に飼い猫ぐらい懐いてる、うん、食べてない、ワンちゃん家猫かも、どっか、でもここまで懐くって珍しいっすよね、そうですね、うん、出て帰って、thank you.
チャンネル。マルチャンネル。チャンネル